ああ、どう、うん、暑いわね。ここに来るだけでもう汗びっきり。え、暑い、早く秋にならないかしらね。え、それにしてもうるさいわね。いらっしゃいませ。どうぞおかけになってください。ここは一体？ああ、来世不動産です。来世不動産？ええ、一つの人生の契約を終えた方に次に生まれ変わる物件を紹介する場所ですね。物件？まあ、要するに魂が次に宿る体のことです。なるほど、そういうシステムなんですね。つまり私は死んだんですね。ご存じなかったですか？いや、そんなことはないんですが。実感がないわけですね。まあ、わかります。皆さんそうおっしゃいますから。どうぞおかけになってください。お客様、どんな物件をご希望で？え、ああ、そうですね。わかりますよ。一生ものですからね。皆さん悩まれます。はあ、そうですね。生まれ変わるんなら、やっぱり次も日本人で男がいいですね。なるほど。ということは、人間をご希望で。え、人間じゃない場合もあるんですか？あ、もちろんありますよ。まあ、特に人間の場合は人気がありますので、人間を希望する場合はそれなりに前世の行いが良くないとなかなか難しいんですよ。前世の行い？ええ、お客様の前世の行いを足し引きして人生のトータルポイントを出すんです。それによって選べる来世が決まります。なるほど、よくできてるんですね。こちらにですね、お客様の名前と生年月日を入力するとお客様の前世での行いが全て出てきます。全てが？ええ、お客様の人生の行いの全てがここにデータとして記録されているんです。あ、私の名前もご存知なんですか？
ええ。それでどうですかね、私の行い。あ、もう少々お待ちください。まもなく出てきますんで。あ、すいません。お待たせしました。こちらがお客様の行いリストです。こちらにはですね、お客様が生前行った全ての事柄とその回数が記載されています。事柄と回数。ええ、お客様が生前行ったいい行いも悪い行いも普通の行いも漏れなく記録されているんです。例えばこちらの 31,390 という数字、こちらはですね、お客様が生前顔を洗った回数ですね。へへ、そんなに洗ったかな。ま、毎朝洗うからそれぐらいになるか。なるほど、これはすごい。あ、すいません、この数字は何ですか、この358ってやつ。あ、こちらはお客様がポイ捨てをした回数ですね。ポイ捨て。ええ。そんなにしてますか。そうですね、よく電車の網棚に新聞を置かれていたようですけども。え、あ、いや、あんまり記憶にないんですが。まあそういう方は多いですよ。ちなみにこれは一般的には多めですか。まあどうでしょう、もちろんもっと多くされた方もいますけども、全くされていない方もいますからね。そうですか、これはやはりマイナスポイントになりますかね。なりますね。そんな細かいこともマイナスになっちゃうんですね。もちろんです。じゃあ、あの、この675ってのは何の数ですか。あ、これはですね、お客様が生前アリを踏んだ回数ですね。アリ？え、そんなに踏みましたか。そうですね、これは7歳から10歳までの間に集中して踏んでますね。いや、全然記憶にないです。これに関してはアリの入居者の方からかなり苦情が来てたみたいですね。え、苦情が来てたんですか。ええ。じゃあ当然これもマイナスになりますね。いや、あの、他に何かマイナスになってる行いってありますか。そうですね、あ、この19っていう数字、はい、これはですね、雨の日にコンビニの入り口で他人の新品のビニール傘と自分のボロい傘をこっそり取り替えた回数ですね。まあ、そんなにしてましたか。悪いことできないな。あ、あとこの8という数字、ええ、これはですね、お客様が好きな異性のリコーダーをこっそり舐めた回数ですね。え？それもバレてたんですか。はい。うわ、恥ずかしい。いや、このことだけはね、墓場まで持っていこうと思ってたのに。まあ墓場までは持ってこれてますけどね。え？あ、そっか。いや、しかしたくさん罪を犯してるんですね。まあ今お見せしたのは悪い行いですけど、もちろんいい行いもたくさんされていますよ。本当ですか。ええ、例えばそうですね、あ、この9という数字、これはですね、お客様がいじめられている人を助けた回数です。これ割と多い方ですよ。もちろんこれもいい行いとしてプラスになります。そうですか。あ、確かに子供の頃近所によくいじめられていた女の子がいたんですよ。あ、私昔から正義感だけは強かったもんですから、何度か助けたのを覚えてます。そうですか。いや、悪い行いはほとんど覚えていないくせに、いい行いだけは鮮明に覚えてるもんなんですね。お恥ずかしい。まあ気づかない間に迷惑をかけたり傷つけたりするということは、まあ、人間の入居者の方ならそう珍しいことではありませんよ。人間という物件自体、建物に例えると高層マンションのようなものですから、どうしても近隣の建物が影になってしまい、多少苦情が来ることは避けられないと言いますか。私ね、生前うちの近くに高層マンションが建つときに反対運動に参加していました。自分が高層マンションに住んでおきながら。皮肉なもんですね。でですね、お客様のトータルポイントなんですけども、はい、82,000ポイントですね。それは多いんですか。結構少ないですね。そうですか。それで私にはどんな物件がありますか。そうですね、
お客様のご予算ですと、まあ、人間もなくもないんですけど、あんまりね、条件のいい物件残ってないんですよ。あと人間は審査が厳しいですから、それだったら条件のいい他の物件にした方が幸せかもしれませんね。例えば犬とかいかがですか？犬ですか？犬でしたらそれなりに条件のいい種類を選べますよ。例えば土佐犬とか。あの刀剣のですか？ええ、いかがですか？横綱になれますよ。いや、土佐犬はちょっと私争い事が苦手なもんで、もっとこうのんびりとした動物がいいですね。のんびりとした動物。あと何か希望の条件ありますか？ああ、じゃあせっかくなら寿命の長い動物がいいですかね。ああ、長寿ですね。長寿、のんびりとした長寿でしたらこちらなんかどうですか？これはミルガイです。ミルガイ？ええ、最低でも160年は生きるみたいですよ。のんびりとしてますし。でもミルガイですよね。ミルガイです。具体的にどんな生活なんですかね？どうでしょうね、まあ、基本的には砂の中でじっとしてるんじゃないですかね。ですよね。ええ、のんびりとしてますし長生きですよ。いや、でもただじっと160年ですよね。もう少し他にないですかね？ミルガイダメですか？いや、そこまで長生きじゃなくていいので。あのパンダいいじゃないですか。パンダどうですか？パンダはお客様のポイントではちょっと。え？一応ね、絶滅危惧種指定物件なんでね。ああ。でしたらこちらなんかどうですか？北海道の乳牛です。牛ですか？ええ、感性で眺望も抜群ですし、のんびりとした生活を希望される方にはおすすめですよ。でも牛ですよね。ええ、環境は整ってますし、人間関係で悩まされることも仕事に追われることもありませんよ。強いてあげるなら定期的に乳を絞られるくらいです。なるほど。もしあれでしたら内見してみますか？内見？内見なんかできるんですか？もちろん、不動産屋ですから。いかがですか、牛？いや、いかがですかって言われてもこれだけでは何とも言えないですね。お気に召さない？いや、というより内見というからこう実際に少しだけ牛を体験するのかなと思っていたので。ああ。これただ牛を見に来ただけですよね。まあでもこうやってね、環境は見ることができますし、ほら、ここは牧草が好きな時間に好きなだけ食べられますよ。いや、それは牛的にはいいのかもしれないけど、今は牛じゃないから草を食べることに全く魅力を感じられないんでしょうね。そうですか。いかがですか？うん、美味しいですね。絞りたてですからね。あの、すいません。はい。牛乳は確かに美味しいんですけど、そもそもこれ牛になったら飲めませんよね。まあ出す側ですからね。ですよね。これは判断基準にはならないですよ。まあ要するに牛になればこんなに美味しい牛乳が毎日出せるっていうことですよね。お気に召しませんか？あ、そうだ、ちょうどねこの近くにもう一つおすすめ物件があるんですけど、もしよかったらちょっと見に来ませんか？はあ。いかがですか？え、うん、美味しいですね。ですよね。いや、太平洋の伊勢海老は身がプリプリで絶品なんですよ。すいません。はい。これ内見ですよね。はい。伊勢海老の。はい。食べちゃダメでしょ、物件を。これただのグルメ旅行じゃないですか。まあこれくらい美味しくなれるっていうことですよ。
明しませんでしたか。そうですね、やっぱり一生人に飼われる生活はちょっとね。あと伊勢海老は論外です。ではもっと自由な物件がいいということですね。では、あ、セミなんかいかがですか。セミですか。ええ、今意外と人気があるんですよ。セミがですか。ええ、種類も豊富ですし、クマゼミ、ミンミンゼミ、つくぼ。ちなみにセミのどこがいいんですか。例えばセミは地中で7年間過ごして、その後地上で1週間生きると言われてるじゃないですか。ええ、実はこの1週間がもう天国なんですよ。天国。ええ、もうとにかくこの1週間がとてつもなく気持ちがいいんです。わかりやすく言うと、その快楽は人間が夜の営みで感じる気持ちよさのおよそ100倍です。100倍。もうちょっと詳しく聞かせてください。人間における快楽とセミのそれとはもう比べ物になりません。しかもそれが1週間ずっと続くんですよ。それはすごいですね。ほら、セミの鳴き声ってすごいじゃないですか。ええ、あれ実は鳴き声というよりもどちらかというと快楽から来る絶叫みたいなものなんです。そうだったんですね。いかがですか、セミはね、本当におすすめですよ。ここで無理して人間に入居するよりも、とりあえずセミに入居しておいて、契約期限が切れたらまた改めて気に入りそうな条件の人間を探すというのも手かもしれませんね。なるほど。それにセミは人間と違って悪い行いをする機会がないですから、ポイントが貯めやすいんですよ。だからそこでしっかりポイントを貯めておいて来世にかけるというのもありだと思います。なるほどね。ありがとうございました。とんでもございません。どうぞお気をつけて。はい、いってらっしゃいませ。人間としての51年の人生を終えた後、私はあるアブラゼミの長男として生まれた。明けても暮れても真っ暗な土の中で7年間過ごしてきたが、セミなので特にストレスは感じなかった。暇とか退屈という概念がないので苦にならないのだ。そして今日、ついに私は地上に出た。今世において生まれて初めて浴びる日の光、初めて浴びる風、初めて見る景色、私は初めて生きることの素晴らしさを実感した。おお、気持ちいい。セミ最高。セミに生まれてよかった。セミ最高。セミ最高。ん、ここは冷たいのありますね。おーい、次に生まれ変えるならセミがおすすめですよ。おーい、聞こえますか。セミはいいですよ。本当にセミ最高。セミ最高。本当最高。次に生まれ変えるなら絶対セミに冷たい。